床板のところに隙間がつきそうになってるんで、ね、自分が変なことがありたと気に入らないとそんな感じになってて、ああ悪いのは悪いのお、もしかして何バカついてみよう俺もすげえ俺はあの心が折れて転写できなかったからだったら転写できないならもうそのままシートをそのまま買って話さなきゃいけないだから無理にやるんですか転写するならシートをそのままそれが